ブッチャートガーデン入り口ブッチャートガーデンはカナダ、ブリティッシュコロンビア州のバンクーバー島にある庭園、植物園である。毎年100万人近くの観光客が訪れ、花の街、ビクトリアを代表する観光地となっている。夏には土曜日限定で夜に花火ショーが開催されるカナダ国定史跡に指定されている。オンタリオの応援サウンドに住んでいた。 セメント製造業者のロバート・ブッチャートは、石灰石の採石場を求めて、カナダ西海岸に移り、1904年に採石場近くに邸宅を建てた。妻のジェニー・ブッチャートの発案で、横浜出身で、ビクトリア市で人気になっていた、日本人造園家、岸大サブロによって1908年頃、邸宅に作られた日本庭園は人気を集めた。 1909年から採掘の終わった採石場跡を庭園として整備して、サンクンガーデンとして1921年に完成した。屋敷をベンベルートと名付け、庭園に客を迎えた。1926年にテニスコートをイタリア式庭園に変え、1929年に家庭菜園をバラ園に変えた。 1939年に21歳になった孫のイアン・ロスに庭園は送られ、ロスは没するまでこの庭園の運営や宣伝に従事した。開園50周年の行事のため、1958年に照明用の地下配線工事が行われ、1964年に新しい噴水のための施設が作られた。1994年にカナダ文章局から、 コート・オブ・アームズを送られた。開園100周年に向け、2004年に9.1メートルのトーテムポールが設置され、カナダ国定史跡に指定された。庭園には、サンクン・ガーデン、ローズ・ガーデン、イタリアン・ガーデン、日本庭園、地中海の庭と大きく5つに分けられる。現在も、ブッチャート家が所有し、2001年からの園長は、ひ孫のロビン、リー・クラークが務めた。 2009年にローズメリーゴーランドと子供のパビリオンが作られ30種の動物も飼育展示されている。ありがとうございます。